こんにちは、土の子です。電波人間続きやっていきましょう。夏休みイベントログイン、これは明石の方だね。明石ドロップ 20%、 そして28、何が来るんだろうな、ドキドキ。さあやっていきましょう。今回もエクストラの方やりましょうか。その前にちょっとレアキャッチ見る。レアキャッチなんかいいのいるかな。ん、ほうほうほう、おお、あれこれ金じゃない、全部直す金。ちょっと復活、こっちも金。あーなるほど、金2人いるのか。全部直す、これ体大きくないかな、どうだろう。どっちも体大きそう。全部直すはそのまま使えるから、ゴールド要員として全部直すを捕まえますか。ゴールド欲しいからね。ちょっと復活だとみんな復活に変えなきゃいけないから、パーティー全部直すを捕まえましょう。行くぞ捕まえた、全部直すの方。じゃんじゃがじゃん、どう、天下取ろうぜ。回避率3だから、純大きいやつですね。これをじゃあ加えながらいきますか。育てようっと、一応これゴールドで合ってるよねちょっとよく分かってないんだけど。じゃあ、ステルスを、うん、ステルスを1回この金の子に変えておきましょうか。ゴールド 15% になってる、本当だ。これで配合も繰り返し大きい金を作っていくっていうのもやっていきたいね。ということで今回はイベントがね、ごちそうゲットなのでエクストラの方やっていきましょう。今回土の試練、前回風の試練、もうみんなもコメントくれたけどやばい、風の魔人なんだっけ、風魔人だっけ、めちゃくちゃ強いですねって言ってましたね。ワンチャンだからあいつが相当強いってことなのかな。あれから先ないのかね、ちょっとよく分かってないんだけど、まあ今回は土の試練、土の試練じゃない風の谷の試練みたいな感じ、土の試練やっていきましょう。ここにいる土属性のモンスターには風属性の特技が効くらしいぜ。ただし黄色の電波人間は土に弱いから注意した方がいいよ。ここはモンスターだらけだな。おまけにずっとこの先は殴ってもダメージを受けないモンスターまで出るらしいんだ。聖水やゴーストバスターってのを使えば殴れるようになるらしいが、そんなの相手にしなきゃ願い岩にたどり着けないなんて困ったな。願い岩っていうのがあるの。昔私が好きだった人から一通だけもらった手紙をなくしての願いを叶える石があると聞いて手紙は見つかるように頼みに来たんじゃよ。そうなんだ、よし行ってみよう。バトっていきましょうね。すぐなんかレベル30のマックスになりそう。ヘイヘイ、まだまだ弱いからな、ゆうくんが。おお、早速証。西にある鉄柵はきっとこのスイッチで引っ込めるんだろうな。他に抜け道とかないのかな。ふむ、スイッチを押しまくるって感じ。シャキーン、シャキンシャキーン。お、経験値プラス10、ブーストですね。あら、焼きもろこしが美味しそうああ湯気が立ってて美味しそうなんて美味しそうなの、屋台の焼きもろこしじゃねえか。めっちゃ経験値もらえるね。まあここ100ゴールド、いつもエクストラの緑宝箱はお金が多いですねやべえ、お腹すく敵ばっかりじゃねえか。うまそうだな、この醤油バターの焦げた匂い、もう画面から伝わってきそう。よし、証のために戦っておきましょう。お、焼きもろこしの証ゲット、いいぞ。証出やすいね。お、なんだこれ怖、顔怖、ヤマンバギャルの怖くなったバージョンみたいな。ヤマンバギャルって今いないか、そういえば。レベル30になりました。カキ、いつもの黄金があり、ここボスですかね。勝負、わあすごいめちゃめちゃなんか首が
前に出て猫背の最終進化系みたいになってる。貴様も願いは探しに来たのか。悪いがお前なんぞには俺の繰り出す岩で十分だぜ。そしてくるくる回るっていう。レベル50ですか。赤道魔人、ちょっとかっこいいな名前が。で顔がポロって落ちるっていう、あのパリオリンピックのマリー・アントワネットみたいになっちゃった。大地物、お、これあれじゃない、レア装備じゃない。イエーイ。そういえばなんだっけ、ブーストゲットでゲットした装備も結構いいやつですね。でも今はそんなにって言ってたね。昔だったら強かったのにっていう。ブーツだったね。そういえば大地ブーツ、土属性1、土耐性がプラス4。なるほど、土耐性がプラス3されるってことですね。あんたあのでかい魔人倒したのか。願いを叶える岩ってのはこれじゃなさそうだぜ。そこの階段から下に降りられるか、ワープで島に帰った方がいいかもな。なんかいかにもだけどね、ここちゃんと。でもこっちなんでしょう。私この美貌をずっと頼もちたくて願いを叶う岩を探しに来たの。でもカエル人間とか馬みたいのとか変なモンスターだらけでうんざりだわ。そんなんがいるんだ。もっと賭けで金儲けがしたくてな、願いの岩に叶えてもらうつもりだ。岩ってのは白いらしいが、そんなのどこにも見当たらんぞ。願いの岩は白。あ、これゴーストのやつだね多分。マッディーミスト、よし。4人が与えられたら十分だよね。来い、お金以外。お金、うわ、なんだこれ。右のカエル戦士、グラントリオン、カエル戦士がいた。面白い格好だな。前回傷薬、証の方が欲しいですよ。あ、本当に馬がいる。ちょっと立派な馬ですねこれは。トライコーン、なんかドラクエ5のあの中ボスを思い出すな。このユニコーンみたいなの見ると、ジャミと違う、なんだったかな。ジャミか、ジャミで合ってるか。あんたもし疲れてんなら回復できるだよ。いきのカニが歩いてるみたいな音がするし、あれ、ちょっと待って、こっち、これ左上の方が正解かもな多分。お、トライコンの証ゲット。あ、ちゃんと上見ればよかった。危ねえ危ねえ。よし、なんでしょう、ハチくんの針。じゃあかわいいじゃん。どんな装備だ、針どれだろうね。腕かな。ハチくんの針、急所突きがプラスアッパー、毒害プラス1。なるほど、毒攻撃ができるって感じかな。でこれ下もあるよね。あ、ここに宝箱、ゴールドプラス 10% で、ここでボスでしょうかね、この上で。へい、カニって言ってたからカニか。あ、カニ横移動。あらあらあら、ボスに昇格しちゃって。バカバカバカ、俺の大事な住処で何をしている。だがちょうど食事の時間だ、バラバラに切り裂いて食っちゃおう。私がカニさばいていただきますよ。おりゃ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 。ほらほら、さばいちゃった。そして最後ですね、願いを叶えたければ下へ。洞窟の入り口にばあさんがおったじゃろう。あれはわしの茶飲み友達でのう、若い頃になくした手紙が見つかるように岩にお願いしてと頼まれてな。願いは見つけられるかはわからんが、あんなに頼まれては探すしかないの。私、素敵な恋人に出会いたくて願い岩にお願いをしに来たの。でもこの奥には悪魔みたいなモンスターもいるって、もう奥に行くのは無理かもよ。行ってみよう。こっちに、こっちが行けなくなってる。あそこにスイッチがあるんだな。あれ、もうこれで終わりか。すごい、お金持ってそう、ビッグニードル。どうでしょう、証はです。これも100ゴールド。
なんかお金以外出てくんのかな、エクストラ。ほとんどお金だよね。あら、タケノコ像のタケノコデビル。これもなんかあのいいやつ落とさないのかな。お、あ、反撃か。早いのかと思った。そうでもない。カウンターがついてんだね。よし、来い。あー、何も出ませんでした。アースドラコ、よし。ん、こっちにあるね。イエーイ。何でしょう。アースドラコの角。アースドラコはさっき今戦ったやつだよな。頭につけるのか。顔あった。土属性プラス2、土耐性プラス3。なるほど。なんか今装備するのは本当はいいって感じだよね。俺はもっと強くなりたくて願い場を探しに来たんだが、鉄柵のスイッチが見つけられん。あの先に最強のやつがいるはずなのにな。あんたならきっと先に進めるさ。鉄柵も開けられない俺にはその資格などないわ。これか。こっちにあるんじゃないの、ほら。もうちょっと下行けばいいだけじゃん。これぐらい探せるでしょう。ほら、鉄柵開いたよ。どうぞ。うん、鉄柵のスイッチ、いやいやいや、見て、鉄柵ないよ、ほら。こっちは宝箱はちゃんと見つけていきましょう。クリティカルプラス 10%、 これは美味しいね。ここが黄金の扉で、これラストですね、多分ね。よし、一応回復してと行きましょうか。お、かっこいいじゃん。僕は毒返り戦士、ここの最後の門を守ってるんだ。何、最後の敵らしくないって顔してるね。強さと見た目の怖さは関係ないことは君たちが証明してるじゃないか。ジタバタするだよ。おしゃべりはここまでだ。ここを通りたければ僕を倒していくことだね。かわいい。かごめかごめ、むさ苦しい。ぎゅうぎゅうにしてやったぜ。さあ、みんなムキムキ。これで速攻撃でいきましょう。ムキムキムキ、おら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 。お、すげえ。分身の術、あ、やられはしなかったか。本気を出させてもらうけど。どうなった？毒アリ選手、もうやられる寸前じゃねえかよ。あーあーありゃあ。ありゃあ。毒ガエル選手の証ゲット、2枚もゲットしちゃった。分身の分ももらったよ。めっちゃ出るやん。この地にたどり着きし者よ。白き岩が叶えし願いはただ一つ。我が守護門番を倒せし栄誉を誇りに自らの場所へと帰還することなり。それ以外のいかなる願いもこの場所にはふさわしからず。選ばれし者よ、青き箱を開け。もうそれだけじゃん。どうせジュエルなんでしょ。はい、ジュエル、ありがとうございます。ジュエル、イエイ。ほう、あ、今一個だけか。結構もらったのがあるんだね。さあ、出征じゃない、出征していこうか。ちょっと待って、出征するには金が継承されないと意味ないよね。こういう風に2つになってるのよくダメなんだよね。でもたまに出ることあるんだよね、きっと。ヒュン、これもまだらになってる。まだら以外出ないってことないよね。なるべくいっぱい金で固めたいんだが、やっぱりまだらになっちゃう。ちょっといろいろやってみよう。ジュン。もうめっちゃ出る、めっちゃいる、めっちゃまだらになっちゃう。ちっちゃい子、うん、まだらにしかなんないのかな。来い、天気か。それともあれなのかな、一回島になって金に復活したりすんのかな。
全部まだらだね。ちょっと仕組みがまだよく分かっておりません。これも半分だよね。ねえ、そうなるよな。まだらになっちゃうね。金ピタすげえ、なんか耳がトゲができてるけど面白。これでどうだ。あー、そうなるのか。やっぱまだらは変わんないんだね。普通に金のしましま単色金を増やす方法ちょっと見なきゃダメかもな。わかんない。どうしてもしましまになるんだよね。どうやるんだろう。それとも全部捕まえなきゃいけないのかな、単色たちを。全部ダメでしたね。ちょっとこれは電波人間の仕様を見なきゃダメだな。ちょっと次が強いやつなので、みんな回復に戻してからいきますか。さて、ここもどっか宝箱はきっとあるんだよな。なんか一回毎回1宝箱あるもんね。ここあるんじゃない、ここに。ほら、松茸あら、松茸なんてあるんだ。多分幸せ度がめっちゃ上がるんだろうね。お宝の前にでけえ巨人が居座ってて、先に進まねえで、こっから掘り進んでお宝手に入れてやるだ。しかし一体いつまでかかるんだ。どれどれ、お、こいつか、レベル71。バトルしてみましょうすげえスキッパー。俺の名前土くれ巨人、ここで大切なお宝守ってる。お前お宝欲しいか。はい、欲しかったら俺に勝つ。でも俺強い、負けない。坊ちゃんみたい。おかっけえ、ま、全部かっこいい。本当に毎回言うけどめっちゃかっけえ。ノリノリ。僕ね、 RPG めちゃめちゃやってるんでね、こういう音楽結構反応しちゃうんですよね、いい音楽だと。さあみんなムキムキ、イエーイ。今度はもうオールレベル100だぜ。脇肉か、脇肉って呼んじゃった。筋肉を固めている。さあ殴ってくる。おー強いね。ほらワクワクしてきたぞ。力どんどん貯めろや。こっちだってもう満タン力回復。そういえばさ、ムキムキって重ねがけできるんですかね。よく分かってない。何も落ちませんでした。ちょっとなんかメモっとこうっと。土が勇気、土あかしなし手でメモってます。大事なお宝、お前のもの持っていて。何くれるんだろう。ここって確か装備用がもらえるんじゃなかったっけ。へい、古代の首輪はすっげえ首輪だな、でっか太っ。な、どんな首輪。首、古代の首輪。 AP 自動回復が 17%。 なるほど、 AP めっちゃ使うやつにいいかもね。よし、 OK。 2つもらいました。よっしゃ。さあちょっと休んでからもう一個のやつも今回も行ってみましょう。そしたらば、みんなのプレゼントをまた見ていきますか。どれどれ。お、17件も来てる。渚さん、ギガントコブダイ、ね、そんなんいるっけ。ウィンドデ、あ、ちょっと待って、ウィンドデビルってもしかして証のやつですよね。マミムメモさん、ありがとうございます。ちょっと後で説明します。でビーストの証がフォロワー外から来てて、ま、火炎マイマイ、電気富士壺、これも見たことないな、まだ今からだな多分。ダークコブリンがナズナさん、奥歯の証、奥歯ってどこにいんのこれ
で、焼き、あ、いつものうぐぬしさん、焼きもろこし、火炎マイマイ、エレキドラゴン、電気富士壺の証、エアドラゴン、宝箱像、木箱おぼり、大転がし、デビルバーサーカー、木箱おぼりの TTO さん、ありがとうございます。じゃあちょっと待って、受け取る前にモンスターの証の今ですね、夏休み証コレクション、ちょうどこれ多分見せてないと思うんだけどな見せてないと思うんだけど、ちょうどドンピシャで送ってくれました。だからこのピクニックの服、水筒、スニーカー、ギャップ、バスケットもらえちゃうな。ありがとうございます。ということで受け取っていきましょう。じゃがじゃん、夏休み証コレクション達成、やったー。風の塔と妖精、あ、そこか、僕取ってなかったわ。そういえば風の塔まだやってないんでね。暗闇の洞窟もあと一つになっちゃった。で、駆け出しのもの、風の試練、水の試練、闇の試練、めっちゃ送ってくれるやん、みんな。ということでちょっと装備見てみるか。ピクニックセット、ピクニックの服、黄色、ゴーストバスターがありなだけか。そしてキャップ、防御力、風耐性で、水筒、水攻撃あり、 HP 自動回復。そしてバスケット、証、あ、証プラス 11% いいね。バスケットは誰かに装備させてもいいな。証今欲しいとこだから。さあ、あとチーズだけ、何だったっけあれ、ここはないか。で、スニーカーか、違うかな、うろ覚えだが、まあ、スニーカーっぽいよね白アゲハの羽可愛いからつけちゃおうとはい、ということで、ピクニックセットゲットすることができました。証プラス 11% のこのバスケットかな、手に持ってるやつが証プラス 11% なんで、これは非常に使えるかなと思いますので、まだね、この夏休み期間多分まだまだあると思うので、ゲットしてない人はね、ゲットした方がいいと思います。これね、スニーカー合ってたね、バスケットで。セット装備みたいなのはないということで、バスケット狙いで集めてみるといいと思います。でもメインクエストのとこに全部いるやつだね、これ見覚えあるのばっかりだから。はい、ということで送ってくれた皆さんありがとうございました。ということで、もう一つのやつということで、あともうちょっとでね、あと28分で回復するんで、次のとこも挑戦してみたいと思います。さあ行ってみましょう。エクストラの、勇者の土の試練ですね。わ、なんかまたやばそうな攻撃してきそう。わお、わわわわわですよね。なんか嫌な予感はしたけどバシャバシャやられちゃった。あれ、宝箱ない、マジ。ちょっと待って、やばいんじゃない。わお、相当、あ、妖精さんは浮いてるから大丈夫なんだね。よし、行こう。パームヒドラはこちらを見ている。いかにも襲いかかってきそうな様子だ。戦いますか。はい、パームヒドラが襲いかかってきた。かっこいいぜ。さあ、みんなムキムキ、結構早いからみんな全部直そうで、ちょっと一回防御しとく。で、この、どっちが早かったかな。コスケくんの方が遅い気はするが、こっちでちょっと回復、先打ちしとこう。命中攻撃、みんなムキムキ。あ、結構速度遅いな、相手。で、攻撃する。あー、なるほど。あ、一応できそう。オッケー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 。勝高くんは速度遅いね。オッケーオッケーオッケー。勝高くんが常にみんなちょっと回復はやっておこう。これはいけそうだぞ。今んとこそんなにひどくない。ただ前回半分ぐらいになってからがやばかったから。え？まずか、え？ランダム？スピードって。スリーププレス来た！なるほど。で、ポイズンブレス、毒は大丈夫。 OKOKOK、 とりあえず全部直すが、そんなに状態異常はかかってない。毒だけでしょ、これは全然問題ない。みんなちょっと回復に全部直す、大丈夫でしょう。
へい、全部直す。キラリン、連続噛みつき、おお強い。あー、しびれもするんだ。パラライズブレス麻痺だね。うっ、しびれた、やばい。スリープブレスはやばい。ちょっと待って、しびれは引いた01だけ。うーん、これはもう行くしかねえな。寝ちゃってる。01は結構強いはず。根っこ伸ばした。何、うわっ、いった。待て待て待て、マジ後半やばすぎるこいつら。まずいまずいまずい。目覚ました。毒でダメージ。あ、しびれ引いてる。オッケーオッケーオッケー。ちょっと回復。あとは寝ちゃってんのか。ちょっと回復を先に。いや、倒せる。あ、もう攻撃すればよかったかもこいつ。あ、いける。え、まだまだですか。やばい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 。ポイズン、ポイズンはいいよ、別に問題なし。これは勝ったでしょ。これは正直勝った、勝ちました。もうこれは総攻撃でいい。おら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 、よし勝ちました。ハムイドラは勝てました。さあ勝ち出るでしょうか。ドン、ヒドラの種、もう期待できるよ。パムイドラの証ゲット、よし、ギー、勝てました。この先があるのかちょっと見たかったんでね。どれどれ、よしよしよし。ここは宝箱ないのか。なんでしょう、チャンピオン弁当すげえチャンピオンベルトもらってた。え、どんな感じ。背中？チャンピオンベルトってどこだ。あ、加速あり、回避率が上がる。あ、そうでもないね。加速はもうよっぽど強い敵じゃないと。よし、自分の島戻りましょう。勝てました、イエイ。今度は勝てちゃったもんね。ヒドラの種ももらえました、イエイ。わ、なんか僕攻撃して、あの全然クリアしてないのにめっちゃもう証が溜まってるっていう。ちょっと待って、見して、エクストラ出てる。あ、達人がある、すげえ、ありますね。はい、ということで今回は、まあ、初めてエクストラの3段階目までやってみましたけど、やっぱり4段階目があるんだな。推奨レベル、最低レベル91以上って本当にこう属性、あと何かの体勢上げていかないと厳しい敵ばっかりになってきましたね。ということで次もですね、まだ駆け出しが残ってるので駆け出しをどんどんどんとやっていきたいかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。